今両チームの選手たちが入場をしてきました。画面左側青のユニフォームブラウブリッツ秋田、そして画面右側白のユニフォームが FC 町田ゼルビアです。この選手も非常にキックの精度が高い選手です。コーナーキックからは2ゴールゴールにつなげています。大外ここはミートせず、おさあここ向き直って荒木、今クリアボールがどちらの選手に当たったかですね。そうですね、これが認められて町田先制というふうなことになります。来たところ小柳ですね、に当たっていて、ね、最後決めたのが荒木。この他のクリアボールを小柳が当たり、そのこぼれ球に対して荒木の反転シュート、これがいや1本目のコーナーキックでゲームが動きましたが、さあどのような狙いで来るか。同点、斉藤隆二、セットプレーにはセットプレーでお返し秋田です。ゴールに向かってくる本当放ったですね。ちょっとニアで触るコースを変えるだけ、この力加減というのは難しいシュートだと思います。はい、この技ありの、さあ白木か秋か決めるか町田、ここから決めました。スーパーゴール、町田勝ち越し、下田です。2対1、はい、鈴木純也のボールも非常に速く鋭いボール、まあ、ディフェンスはそこ触って跳ね返したんですけども、そのセカンドボールを思いっきり、まあ、思いっきり振るのではなく、本当に一番苦しい時間帯を迎えている町田ですけれども、こうしたところでその残ったメンバーで結果を出せるかどうか。モローからボール、強い、これは川野のボールは、これは首のセーブになりますか。はい、ラインは割っていなかったというふうなところ、首のポジションももうゴールライン上にいたんですよね。はい、なのでそこは立ち位置は問題なかったと思うんですけども、どの辺りを狙ってくるか助走をつけていますが、ロングスローできました。うん、さあここから一戦の中ポスト、青木のシュートでした。三上が入れたボールはそのまま福井がキャッチ。クロージングの部分で本当にベテランの働きというものも目立つ中、長いホイッスルが鳴りました。試合終了、町田秋田にホームでの借りを返しました。